皆さんこんにちは、ともかです。私は今羽田空港国際線ターミナルに来てます。今回は約4ヶ月ぶりのアメリカワシントン DC に行ってきます。で、今回搭乗する航空券は、デルタ航空なんですけど、前回4ヶ月前は、ユナイテッド航空を利用しました。直行便がワシントン DC まであるにもかかわらず、今回乗り継ぎ便でデルタ航空を選びました。その理由はユナイテッド航空を利用した時の動画を見ていただければと思うんですけど、それぐらい、今回デルタ航空を選びたかったです。ただね、今回アトランタで乗り継ぐんですけど、アトランタで乗り継ぎ時間が1時間50分しかないので2時間を切ってるんですね。で、ミニマムは50分から1時間30分ということなので間に合うと思うんですけど、ぜひそこら辺の乗り継ぎの様子もできる限り動画でお届けしようと思うので、注目して見てみてください。これからアメリカ旅行に行く人とか、アトランタで乗り継ぐ人とか、ぜひ参考になれれば嬉しいです。ということで動画スタート。出発が19時10分に変更になってます。今からデルタ航空にチェックインしに行ってきます。無事デルタ航空チェックイン終わりました。やっぱりデルタ航空のサービスめちゃくちゃ良かったです。もうチェックインの手続きの丁寧な対応の仕方から本当に素晴らしいです。ということで今から保安検査場に向かいます。全然今回は空いてますね。今からスカイラウンジでちょっと時間あるので作業したいと思います。無事チェックインが終わりましたということで、今ラウンジに着いたんですけど、ここで少し作業してから搭乗ゲートに向かいたいと思います。ちなみに羽田空港はフリー Wi-Fi があるので、すごいサクサク作業ができるんですけど、普段皆さんフリー Wi-Fi つなげるときにそのままフリー Wi-Fi に接続して使ってますか？普段私は NordVPN っていうアプリっていうのかな、ものを使用してフリー Wi-Fi と接続しています。普段私が本当に3年くらい実際使用していて、おすすめしたいと思える NordVPN について簡単に少しだけ説明させてください。 NordVPN は一言で言うと、情報を盗まれるリスクから個人情報を守ってくれるサービスになります。フリー Wi-Fi って実はハッキングされやすくて、お店やホテルなどになりすまして、そこからパソコンや携帯に保存してあったパスワードだったりとか個人情報を簡単に抜き取られたりするんですね。あとは海外でオンラインバンキングだったりとか仮想通貨を利用したい人にとっては、特に機密性の高い、ね、情報を守りたいと思うので、VPN を通して情報を暗号化している人が増えているそうです。 VPN を利用する一番のメリットは、こういう普段の日常でインターネットを使ってたり、海外でオンラインバンキングを利用する人なら誰もが起こりうるトラブルから守ってくれるっていうサービスになるんですけど、実は他にもいろいろあって、私がよく使っているのが、海外旅行先で日本でしか使用できない動画配信コンテンツを見たりしています。例えばリアルタイムでやっている日本のドラマだったりとかバラエティとか、これが逆の場合でも同じで、日本にいながら海外のサーバーを介してアプリとか接続できるので、日本で見れないジブリとか海外限定のドラマや映画も VPN をつなげることで見れるようになります。あとは海外で航空券を予約した方が安く購入できるということがよくあるので、海外旅行行く人は裏技じゃないですけど、お得に航空券を購入できたりもします。 VPN をつなぐことで、簡単に言うと自分のデバイスの居場所を変えることができるという感じです。こちらのリンクからアクセスして登録していただくと、今なら2年間プランが 54% オフという大幅割引で、さらに4ヶ月無料で登録できます。ただ VPN は保険と同じで情報漏洩リスクがゼロというわけではなくて、 VPN の種類によってはセキュリティレベルに差があったりとか、接続するサーバーによって通信速度が遅くなる可能性もあるので、そういう点は少なからずデメリットかなとは思うんですけど、個人情報を守れる点や、どこにいても世界各国のサーバーを使える点を考えると、デメリットは許容範囲かなと思います。ここまで VPN についていろいろ説明してきたんですけど、いろいろある VPN の会社の中でも NordVPN という会社に決めた理由が6つあります。こんな感じで世界最速のスピードで、他の競合他社と比較してもほぼ2倍の速度で使用できるっていう点だったりとか、世界111カ国に計6000台の超高速サーバーが設備してあったりとか、いろいろ NordVPN に決めた理由っていうのがあるんですけど、私も3年くらい実際利用していて、情報漏洩の安全
全面はもちろん、動画を見たり海外航空券を購入したり、いろいろな面で登録してよかったなと思っているので、ぜひねキャンペーンを行っている今のうちならかなりお得に利用できるので、この機会にぜひ利用してみてください。登録して30日間の返金保証もあるので、まあ、気軽に1ヶ月試してみるっていうのもいいと思います。概要欄にこちらの詳細とリンクを貼っておくので、ぜひそちらの URL からお得に登録してみてください。はい、ということで、簡単にですが NordVPN についていろいろ説明させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。ということで今から搭乗ゲートに向かいます。今からアトランタ出発です。時間が7時10分になりました。そんなに機内は混んでなさそうな雰囲気でした、予約した時は。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、気をつけて。はい、ありがとう。私今回席を真ん中で撮ってるので、窓側と通路側は誰も来ないことを祈ります。大丈夫だと思うんですけど、そんなに混んでなかったから。Thank you。トラベルキットとイヤホン配られました。そして席にはピロー、枕とブランケット、あとスリッパもねついてました。前ついてなかったと思うんですけど、すごい。そしてこの一列私が使えそうです。座席のシートピッチはこんな感じで、まあ狭くもなく広くもなくって感じで普通ですね。そして座席のモニターはこんな感じで、ここに、USB とイヤホン差し込むところがあります。ここが、コンセントさせるところになってます。機材新しいと思うんですよね。上の空気調節するところもちゃんとついてるし、なんかここのあのタバコ禁止と、あとちゃんとシートベルトしてくださいっていうサインもなんかすごいデジタルなんですよ。だからこの機材新しいと思います。A350 の900ですね。モニターはこんな感じで日本語、羽田からアトランタまでの機材の詳細、飛行機の機材の詳細こんな感じです。ニューリリース、新作の映画はこんな感じで、あ、Spotify オーディオも聴けるの、すごい。へー、今回の飛行経路はこんな感じでカナダの方に向かって飛びます。そして今回はアトランタで乗り継いだ後ワシントン、ここまで行きます。ボルチモア、アトランタで無事に乗り継げることを祈ります。まあ一回乗り継いでるんで多分大丈夫だと思うんですけど、今回1時間50分っていう乗り継ぎ時間で2時間切ってて、飛行機は今のところ10分早く出発するので大丈夫そうなんですけど、一回荷物をピックアップしないといけないので、荷物ピックアップして中見せてくださいとか、別室に連れてかれたらちょっとアウトだなって思っててそこがちょっと心配です。でもまあ大丈夫でしょう。ちなみにここの枕、なんだろう、ヘッドのところはこう上下で動かせるようになってます。こんな感じですごい超滑らかに動かせます。で多分ここもねこうなるんですよ。すごい、こっち側も結構曲げられて、もうこんな感じで頭を動かせないように固定できます。一応ピロー、ネックピロー持ってきたんですけど、これでも全然こうやって寝ていけそう。こんなに曲がるのなかなかないですね。すごい超便利。ワシントン DC までの直行便って、あのユナイテッドとあのアナしか飛んでないんですよ。なんで他のキャリアになるとどうしても乗り継ぎになっちゃうんですけど、乗り継ぎ選んででもデルタが今回いいなって思ったんですよ。今飛行機が動き出しました。ということで機内はこのデルタのね色になりましたデルタは暗くなるとこの紫っていうのかな、濃い青になります。無事何事もなく出発しますように。
ペットボトル、これ500ミリの大きさで配られました。前回すごい小さいデルタのお水だったんですけど、これぐらいのイロハスがもらえるのめちゃくちゃありがたいです。機内食はチキンかポークかラザニアって言ってました。ラザニアは多分パスタですね。ということでチキンを頼みたいと思います。ということでチキン頼みました。どんな感じでしょうか。熱々熱、なんだこれ、マッシュポテトとチキンって感じですね。美味しそう。ラザニアもちょっと気になったんですけど、サラダかな。美味しそう。そしてハーゲンダッツアイスです。デルタ航空のすごいなと思うポイントがこちらのフォーク、スプーン、ナイフが木でできてます。めちゃくちゃエコですよね。プラスチックとか使ってないのが。ということでこちらいただいていきたいと思います。美味しそう。いただきます。今、日本時間の1時40分、深夜1時40分ですねに、このモッツァレラチーズのピザ配られました。これめっちゃ美味しいんですよね。デルタのピザなんですけど、これめっちゃおすすめです。寝ていて起きたらもう目的地まで残り1時間22分になってました。前回は全然寝れなくて、ほぼ全く寝ない状況でアメリカ行ったので、今回起きて残り1時間22分はめちゃくちゃ嬉しいです。こちらが、朝食になるのかな。お昼ご飯、朝食ですね。このヨーグルト、フルーツ、あとこれはなんだろう、ハムチーズかな。これぐらいの量の朝食だとめちゃ嬉しいです。しかもフルーツとヨーグルトあるのは最高ですね。中身、卵とケチャップとチーズでした。残り1時間でこれが配られました。チョコ。アトランタ到着。今から入国審査します。これからどれくらい時間かかるかな。オールコネクティングフライトだから今5時半、こっから多分動画撮れない気がするので、どれくらい時間かかるか測りたいと思います。今無事、入国審査が終わりました。今までで最短記録でした。なんと6分です。もう別に早めに出たつもりはないんですけど、飛行機降りたら6組ぐらいしか待ってなくて、あっという間に入国できちゃいました。なんか前回アトランタ乗り継ぎだったんですけど、もっと今回の方が短かったかもしれないです。そして今から荷物をここでピックアップします。そして預け直します。一番乗りで出てきました。あ、でもあともう一個あるんでちょっと待ちます。無事スーツケース2個出てきました。ということでこれからこれをね預けに行きたいと思います。今荷物チェックが終わりました。ということで終わった目の前にねこんな感じで、次の乗り継ぎフライトがどこの、ゲートかっていうのが出てるんですけど、左から順にアルファベット順になってます。私は今回バルチモア行きなので、B ということで一番左のねありました。バルチモアの、デルタ2192、7時45分 A7 ということですね。これどこ見たらいいか分かんない場合はアルファベット順っていうことを覚えておけば大丈夫です。ということでコンコース A に行くので左に行きます。この辺は前回と同じ感じかな。左見るとすごい人がいっぱいいます。でもやっぱり空港広いから離発着フライトも多いんですけど、その分ちゃんとなんていうのかな、
分かりやすくサインとかも出てるので、そんなに複雑じゃなくて分かりやすいです。なんでこうやって今からコンコース A に行くんですけど、 DCBAT はこっちですよって書いてあるので、あのモノレールみたいな電車に乗ります。今ちょうど来たかな、来てますね。こっちにも一応乗ってます。A に到着です。 A に到着。とりあえず A7 に向かいますか。一応ね時間はあるんですけど、ちゃんとねゲート合ってるか確認したい、しておきたいので。アトランタグッズ、そして隣にマック。今ふと気づいたんですけど、この A ってデルタしかなさそうです。右も左も全部デルタデルタって書いてあるので、多分この A がデルタの国内線っぽいですね。前回 A じゃなかった気がしたんですけど。発見しました、バルチモア。7時45分、よかった合ってた。 A7 こっから出発します。はい、ということで無事乗り継ぎのターミナルに到着しました。ちゃんと間に合いました。ここまで1時間15分かかったんですけど、私荷物のチェックの時にパソコンとかカメラをカバンから出さずにTSA 通したので、その分10分くらい多めに時間かかっちゃったので、そこをちゃんとねカバンから機械類を出して TSA 通しておけば1時間前後でここまで来れたんじゃないかなって思いました。なので TSA チェックの時は機材類気をつけてください。まあ大丈夫だと思うんですけど、私めんどくさかったから出さなかっただけなんで。アトランタ2年前にもデルタで乗り継いでるんですけど、その時よりもスムーズだったように感じます。入国審査自体も5分で終わったんですよ。多分今回羽田出発が夜7時20分のフライトで、多分フライトの時間帯によっても違うのかなと思ったんですけど、到着したのが夕方の、フライトだったので、アメリカ入国する他のフライトとも被らなかったんですね。だから全然なんか他のフライトと被らなかったせいもあって、私の前に6組ぐらいしかいなかったんで、本当に6分ぐらいで入国できました。で今回聞かれた質問は3つしかなくって、アメリカにどれぐらい滞在するかと、なんでそんなに滞在するのかっていうのと、アメリカドル現金でいくら持ってるかっていうことについて聞かれました。あとはカバンの中とかに薬物とか危険物を持ち込んでないかっていう質問をされて、ノーって言って終わった感じです。多分今までで一番入国簡単だったです、正直。でも私の前にいた男性はビジネスで来たっぽいんですけど、なんかいろいろ聞かれてたので、まあ、どういう用途で入国するかによって多分違うのかなっていうのと、あとは本当に人によってっていうのもあるので、めちゃくちゃ細かい人に当たったら多分いろいろ質問されるだろうし、質問されても5個前後ぐらいだと思います。あとやっぱりデルタの機内サービスは良かったですね。機内食ももう安定の美味しさでした。まあ、今回デルタに改めて乗れて良かったなって思います。しかも、まあ、今回私が予約したデルタの予約クラスにもよると思うんですけど、でも一番最低の一番低いクラスじゃなくてメインキャビンっていうやつだったかな、は2個預け手荷物無料なんですよ。でプラス現地でフライトの変更もねできるんです、無料で。もし変更先の日付とか時間とかが同じ運賃価格帯で取り直せれば差額なしで OK なんですけど、まあ、そこでもしその日がめちゃくちゃ混んでて予約した時の運賃クラスでは取り直せないですってなったら差額料金かかるんですけど、そうじゃない限りは手数料もないし変更も何回でもできるので、そこが本当にデルタのいいところだなと思いました。緊急でね、もし日本に帰らなきゃいけないっていうことがあった場合でも日付変更ができちゃうので、そこがやっぱりね安心というか、まあ保険をかけておきたいなっていう意味でデルタはいいなと思います。他のユナイテッドだったりとかアナとかやっぱり変更手数料もかかるし、かからないクラスで取るとなると航空券自体の値段が上がっちゃうので、やっぱりそういう意味ではデルタいいなと思いました。マイルはスカイチームなので、まあ、アナとか JAL のクラスには属してないんですけど、見てみると結構スカイチームが所属してるエアラインって多いので、まあ、スカイチームの
あのマイル持って出そうはないなって本当に思います、まあ、ここまでアメリカの入国編デルタ航空いろいろお届けしてきたんですけど、まあ、残り、アトランタからバルチモアまで2時間ぐらいのフライトが残ってるんですけど、アメリカ国内線の機内の様子をあとちょっとだけ載せてこの動画を終わりたいなと思います。今後ね、アメリカ旅行に行く人だったりとか、アメリカ国内で入国の乗り継いでどっかの国に行く予定の人だったりとか多分いると思うので、その人たちの参考になれればと思ってます。もし何か質問だったりとかがあればぜひコメント欄に書いていただけたらと思います。インスタグラムのストーリーでは割とリアルタイムに更新しているので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしてみてください。ということで、もう少しだけバルチモアまでの、旅をシェアしたいと思います。今からバルチモア行きに乗ります。メインキャビン3ということで呼ばれたので、こっから1時間45分ですね。無事バルチモア到着しました。今夜の9時20分です。はぁ、やっと到着。ボルチモア空港のトイレがめっちゃ綺麗です。無事ボルチモア空港到着しました。約丸1日分までは行かないけど14時間ぐらい、14、5時間の旅ですね。本当にデルタの国内線は結構狭くて、本当に隣の人と肩がぶつかるぐらいぎゅうぎゅうだったんですけど、まあ私の隣は女性だったので良かったです。1時間45分だったんであっという間だったんですけどね。はい、ということで今から荷物を、ピックアップしてお家に向かいたいと思います。今回デルタ航空と、アメリカ入国の Vlog をお届けしたんですけど、いかがでしたでしょうか。少しでもね、皆さんの、これからの旅行のためにねなる動画になったら嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも役に立った、いいな、楽しかったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またねー。